今日はですね、この3時間初日の出などもしっかりと見ていきましたけれども、この後8時からはウェザーニュースライブサンシャインです。担当するキャスターさんお呼びしていきましょう。私もリノンキャスターです。皆さんおはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャインを担当します大島リノンです。今日のお天気、そしてお正月の、ね、コーナーなどたくさん用意しておりますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。不思議な感じが、不思議な感じ、なんかさ、実家に集まった、集まってる感じがしますね。久しぶりのいとこみたいな感じじゃない？ね、久しぶりみたいなね、1年ぶりみたいな感じの雰囲気なんだけど非常にそんな雰囲気が漂ってます、ね、なんかキャスターに見えない、なんだろう、なんかね、こたつに畳って、うん、なんか一気になんかリラックスこうなっちゃいます。今年もね始まったけど、いや本当です ね、 2023年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。年越しはどう過ごしました？年越しはお蕎麦を食べて、あとはなんかまあ歌番組みたいな感じで歌ったりなんかしたりして過ごしました。眠れた？眠れなかったね。もうあの日付変わった時、はい、開けた時に、うん、明けおめーみたいな叫びながら家族中で一応横にはなってたんですけど、うん、なんかやっぱりねつけなくってワクワクしちゃいますよね。そわそわしますよね、大晦日って、ねね、私も本当は早く寝ようと思ったんだけど、うん、なかなか寝つけなくて、寝ないですね、歌番組かけながら、メザンニュースライブかけながら、あ、いろいろ見てる、寝落ちしましたで気づいたら日をまたいで、あ、またいでました、うん、あ、でも日をまたぐ前に寝られてよかった、よかった、うん、またいだらもうほぼ寝られないやつですもんね。そうそうそう、オールで徹夜になってしまう。そうなっていくことになったんですけれども、ね、さあこのね3時間を振り返って、天気の引き継ぎを今日は書き留めてという指示があります。すごいですよね、なんていうミッションなんだね。え、ねえ、でもゆいさん達筆だから私横で見られるっていうのがすごい楽しみです。いやいや、とんでもないです。これさ、ね、今日どんどんクロストークで書き留めじゃない、はい、うんうん、りのんちゃんなんて書くの？ね、そうですよね、天気そんなに変わらなかったりしたらあれですよ ね、 ね、 どうするの？3時間のうちに考えながら進めないといけないよ ね、 ね、いまだサンシャインだから良かったなとか思ったりして、まだね、こうネタが尽きないからそう、イブニングとかが一番きついんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ね、どうするの？もう最後、ね、お餅、餅とか餅お天気じゃない、 お天気じゃない、お天気はやっぱりね、モーニングといえば、あ、はい、なるほど、なんか気がついた気がする、なんか気がついちゃった、どうしようかな、すごい、私そんな一発で書けない、私もだよ、収まるかな、あ、口開いてる収まるかな、私集中すると口開いちゃうんですよ。口開いたのすごい、すごすぎて、いいえ、かっこいい、夏日の、のんちゃん見れましたか、初日の出は見ました、会社の特等席で、うん、座りながら見させていただきまして、ここ予報センター綺麗だよね。いや綺麗です、本当にね、絶景だなって、 うわすごい、いいかしら、こんな感じでかっこよすぎる、できました。ちょっとなんか下がっちゃったけど、すごいです、初日の出綺麗、はい、上手、モーニング、そうですね、モーニングってどこかに入れておきましょう か、 ね、ょうか、すごい、いやいや素晴らしいです、いや多分、ね、モーニング一番簡単だったね。いや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 、そういうことじゃなくて、書くコメントよりも、うん、あのうまさが何よりもすごい、どうしよう、いえ、うわカタカナもうすごい上手いモーニング、はい、プレッシャーすごいというわけで初日の出を引き継いでいきます、うん、ありがとうございます。初日の出リポートとかもね、うん、この後皆さんも実際に今から見て送ってくれたのが、うん、サンシャインの時間で集まってるんじゃないかな、ね、っていうふうに、はい、楽しみに見て、うん、見ていってください、はいはい、見たいと思います、はい
というわけでクロストークを行っていきましたけれども、まあね、あのお正月らしい企画はサンシャインでもあるのかな。あります、うん、書き初めもするんですけど、うん、いやもう書士貫徹もすごい上手だし、なんて書こう、なんかでも何にしようかなって考えてる。いやそれもなんか考えとか忘れちゃって、うん、私もさ、なんかどういう方向でいけばいいのか。そうなんです、何書くのかあんまり知らなかったから、うん、書き初めするってだけで一生懸命四字熟語調べてた。どうしよう、用意してもらったのは結構細長い紙だったから、うんうんうん、ね、四字熟語系がいいかな、じゃなくてもいいんですか。何でもいい、でも難しい。難しいよね。いいんじゃない F1 とかでも。いいんじゃないの。でもさっきダンゴムシ、あ、ダンゴムシ、ダンゴムシ書くの。違う、さっきスタッフさんにもダンゴムシでいいよって。ダンゴムシでいいよって。なんかカタカナでいきます、うんうん、あ、絵を描いたりとか、あ、ハリネズミの絵って描いたりとか、なんかそういう感じでもいいかもしれないですね。うん、なんかちょっと個性があってね、うんうんうん、今ね、ゆいさんが完璧にやってくださったので、書き初めは。いや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 、ここからは若干、じゃあちょっと雰囲気変えてきた。いやいや、個性をね、個性的に出してこうかな。ください、楽しみだな。いや、このこたつでもいろいろなね、うん、おもちゃね、なんかいろいろコマとかね、これさ、やりたいんだけど、あ、やりましょう、ね、なんだこれ。一番お正月っぽくないやつ選んできましたけど、ね、これ知ってる？知らないです。私もやったことないんだけどさ、一緒にポコポコ叩くんだって。で、頭に当たるとビヨンって、えー、いくよ。え、でも頭、せーの、あー、え、もう一回、もう一回。練習ね。じゃあ本番ね、あ、これはめるの。でもさ、どうやってやるんだ。あ、こうだ。ひたすらさ、うん、叩くよね。あ、叩けて、で、タイミングがどっちかってことですね。そうそう。じゃ、せーの。あ、これ同時だよ、同時。日焼け、つも何も日焼けだね。本当に面白い。なんか親戚で集まってるって感じがする。今日ずっとこれでいいんじゃない。もう一回の。あ、でも私ね、若干早かったから、のんちゃんだった。多分、うん、ゆいさんの勝ちです。え、そう、のんちゃんが当てたよ、うん、あ、本当ですか。私の方が早かったですか。そう、ビヨンってなったから。これ何だこれ、楽しい。ポコポンゲーム、ポカポンゲーム、ポカポンゲームって感じ。ポコツゲーム、面白い。ポンポン、なんかこう、はい、ね。さあ、こんな感じでお正月感盛りだくさんでサンシャインもお送りしていきますので、のんちゃん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。閉めていいですか。閉まってるかな、これ、ね、このままツイートで。okay. じゃあバイバイしていきたいと思います。はい、ここまでウェザーニュースライブモーニングお送りしてまいりました。この後ね、のんちゃんに引き継いで番組お送りしていきますので、はい、ぜひウェザーニュースライブお楽しみいただければと思います。それでは皆さん、今年もどうぞよろしくお願いします。良い一日を。